よし。あ、カットシーンが入った。お、なんか拾ったぞ。何？ブローチ的な。リチャード。あ、ララの、ララクロフトの母親のものか。まだ通信が途絶えてるのか。通信が途絶えてるというか、席を外しておりますみたいな。ただいま、ZIP は席を外しておりますので、みたいな感じかな。よし、進みましょう。よいしょ。OK。よし、OK。あぶね、イルミナティの連中がいたぜ。あ、意味なかった。まあ、おっと、オッケー、 You die。 よし、回復くれよ。オッケー、回復ゲット。あとリワード、シルバーリワード2つでブロンズリワード1個。シルバーリワード1個消えてない？ちょっと待ってね、やり直してくるわ。ってことでね、やり直したんですけど、東京の、最初の場所からやり直しになってしまいました。セーブしてなかったのが悪いですね。私が悪かったです。セーブ、ね、こまめにする必要ありますね。やっぱり。うん。でもね、リワードはね、見てください、ほら。ブロンズ5個全部集めたし、あとシルバー1個、ゴールド1個。でコンプリートですよ。おう、結構クラッチった。イルミナティのスワットがやってきちゃったよ。イエース。いや、結構酔ってるな。大丈夫かな。まあ大丈夫だろう。大阪の旅行また行きたいな。大阪の人ね、すごいね、すごい外交的で素晴らしいと思いますよ、本当。好きです、本当に。また行きたいな、大阪。で、これ上かな？はい、上ね、はい。で、これでこうやって、こうかな？違ったー。あー、これもう聞いたよね、さっき。聞いたよね、早めのパブロでしょ。よし、行きましょう。いや、これさっきの場所戻ってんだけど、本当に大丈夫なのかな。私には分かりませんよ。こっち。OK。こっち。はい。ちょっとこっちの方に行こうかな。はい、オッケー。ちょっとなんか敵が現れそうなので、武器をアサルトライフルに変更しときます。イエス。お、なんか敵がいるぞ、どっかに。いた、倒しちゃおう。よし、オッケー。ここら辺にはリワードはないよね、特に。どんどん倒していきましょう。
イルミナティの連中を倒していきましょうぜ。よっしゃ、倒したぜ。結構これ落ちないでよ、橋落ちないでくれよ、橋。オッケー、倒そう。やばい、落ちちゃった。はい、カット。はい、それではイルミナティの連中を片付けたところでリワード探しと参りましょうか。よし、順調ですね。うん、これはサブマシンガン、ミニガン、ミニガンかな。リワードないかな、どっかに。リワード、ここはなさそうだね。じゃあ先に進みましょう。おお、ジャガーが出てきた、ジャガーが出てきたぞ。アサルトライフルですぐに倒せます。リワードクリア、あと1個ずつなんだよ。シルバーとゴールド1個ずつでコンプリートできるから、ガーナのリワードね。うん、頑張りましょう。それではよし、探していこうぜ。だ、弾が来た、危ない。ここ扉開きそうだね。うん、扉開くね、ここ。はい、あの弾はどこに行くんでしょうか。壊れちゃった、残念。 OK、 じゃあ行きましょう。でここで縄を伝ってこちらの階段に行きます。そして玉から逃れて行きます。うん、今の本当はびっくりしてましたよ、びっくりしましたよ。今の急に来たからね、びっくりしちゃったよ。もう弾は来ないでしょ。もう弾多いんだよ、弾がね。このステージ弾多いよね。お、なんかスイッチが押せるみたいだぞ。なるほどね、時間制限でいけるってことね。その前にリワードを探したいんですよね、私は。特にここにはなさそうですね。うん、じゃあここの扉をくぐり抜けますか。はい、レッツゴー。お、ボスかな、これが。イルミナティの幹部か、イルミナティの幹部ね。赤い服のサングラス、洞窟でサングラスかけてたら絶対見えづらいでしょうっていうね。うん、アマンダの手下ですね、この人は。おお何言ってるか分かんねえよ。だってさ、ララクロフトが言うには、ボス戦かなこれは。ああ、魔法使いやがった、魔法だな、やっぱり戦い、ボス戦だなこれは。でも余裕だなこれ。余裕じゃないですかこれ、多分余裕じゃなかったね。
通に戦うしかないかな、もう。ふん、ふん、さ、ふん。やばいやばい、クラッチってる。あ、よし。倒すぜ。今度こそ倒してやるぜ。こいつを。避けろ、避けろ、避けろ。ラら。オッケー。んで、またあっちに登ったらこれを外して落とすと、ダメージあんまり食らってないけどな、危ない。よしよし、へんへん。さ、はい、相手が言ってる。サングラスつけてるからさ、見えづらいと思うんだけどね。あっち不利だと思うんだけどさ。よし、倒れた、崩れたぞ、やった。今度はあっちだ。オッケー、よし。で、今度はどうするんだ。もう足場全部なくしたぞ。あとは普通に避けて戦うのみか。頑張らなければならないな、ここは。よしよしよし、この調子でいけばいけるかもしれない。難しいな、この人強いな、結構。やばいやばいやばい、回復、もう回復ないよ、もう。アサルトライフルちょっとしか、11弾しか撃てないけど。あ、もうなくなっちゃった。あともうちょっとで倒せる。よし、倒したー。オッケー。よし、オッケー。お、古代の不思議なエネルギーがみなぎるソードをゲットしたぜ、のパーツをゲットしたぜ。よっしゃ、ララクロフトの顔が誇りだらけだ。リアルだね、ここら辺は結構ね。しかしながら、絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたならでしょ。 However って言えばやっぱりそうですよ。しかしながら、しかしながら。よし、クリアしたけど、まあゴールドリワードとシルバーリワードあと1個ゲットできなかったね。まあしょうがないか。鍵をゲットするって。クリアしました。ありがとうございました。